綺麗な目に怒りの炎が燃えているよ。前にも言ったわね、男性は信用できません。あの子にもただのヤンキーと思っているかどうか聞いたの。ああ君すごい目つきだよ、可愛い目なのにさ。前にも申しましたけど、男の方は信じられないわ。あの子に何をお聞きになったの？自分がただのヤンキーに映るかどうか。どうして君はそんなに怒った目をしてる？前に言ったでしょ、男は誰も信じない。彼女にもただの敵のヤンキーに見えるか聞いてみた。王子様のキスで目を覚ましてあげようかって言ったの？バカな君の思い過ごしだよ。僕は何とも思ってないんだ。ただ暇つぶしに喋ってただけさ。パパもいつもママに言ってたわ。それともあれかしら、キスで眠りを覚ます王子を待ってるのかって。そんなひねくれないでくれよ。あの子別に何でもないよ。暇つぶしにちょっとおしゃべりしてただけさ。父もよく母にそれと同じこと言ってたわ。キスを待ってる眠れる森の美女に思えるか聞いたの？バカを言うなよ。彼女のことは何とも思っていない。時間つぶしに話をしていただけだ。父も母に同じことを言っていたわ。僕は何とも思ってないよ、ちょっと楽しんだだけさって。君のパパも男だったんだよ。あの子は別に何でもないよ、暇つぶしに付き合ってただけさ。お父さんも男だってことだな。どの子も何とも思っていない、ただ気晴らしをしていただけだって。原因は父親だったわけか。僕の気持ちは決まってる。僕と同じ気持ちになれなかったら私の気持ちは知ってるでしょ。僕は君が好きなんだよ。君も同じ気持ちなら何も言わないで。私それは前に言ってるでしょ。気持ちは変わっていない。君も同じ気持ちならそう言ってくれ。もう分かってるはずよ。戦争が終わったら君を迎えに行く。やめて泣くで、本気にしたくなるじゃん。僕は本気なんだよ。戦争が終わったら君を迎えに来るよ。そんな心にもないこと言ってほしくないわ。僕は本気だよ。戦争が終わったら君を迎えに来る。もし本気じゃないならそんなことは言わないで。本気に決まってる。僕はヤンキーじゃないぞ。じゃあ何者だ、ここで何してる？俺は別に何でもないぞ。大徳様ここで何してるんだ？俺はヤンキーじゃねえ。何者だ、ここで何やってる？怪我をしてるんだ。所属はテキサス州グレッグ師団ロングストリート隊。誰なんです？どうして南軍の制服を着てない？あんたも着てないね。怪我してるんだぜ、だから休暇取ってここに来たんだ。ロングストリート師団さ。どうしたの？制服どうした、着てねえじゃねえか。あんたも着てないだろ。負傷して休暇をもらってるだ。テキサスの部隊にいた。誰なの？なんで軍服着てねえんだ。そっちも着てねえだろう。この人私のいとこなんですよ。前に話したことがあるでしょ。この人の嬉しいよマーサ。テキサスの方の親戚のことは隠してると思ってたんだ。僕たちの家族のことを人に話してたなんて。こちら私のいとこですのよ、よく話すでしょ。あれがこの人よ、ちょうど今。これは驚いた。あんたにはテキサスの親類なんてお呼びじゃないのかと思ってたけど、話題にしてたとはな。考え直さなくちゃ。彼は私のいとこよ、前に話したことがあるでしょ。いとこで家は。まあさ、忘れちまったのか。いつもテキサスに住んでる俺たち一家をバカにしてたろ。俺らの話をしてたら涙がちょちょ切れるぜ。お芝居がお上手ですね。どんな名誉も叶いませんよ。あなたも名義でしたよ、ごちょ。テキサスのいとこの役。これを結んだのは誰なんでしょうね。わかりません。でも僕じゃありませんよ。ここまで体が回復したんだから、もうベッドへ食事を運ぶ必要はありませんわね。今夜からみんなと一緒です。おっしゃる通りにします。あなたには感服しますね。見事でしたよ、先生。あなたも見事だったわ、ご長さん。本物のいとこよりよっぽど本物らしかったし。それにしても誰かしら、このキレは。さあ、僕じゃありませんがね。それだけ体力が戻ってるなら、お食事をわざわざベッドまで運んであげることもなさそうだわ。今夜は下で一緒になさい。わかりました、先生。実に見事でしたよ。あなたの機転で救われた。あなたこそお見事だったわよ。本当にテキサスの人に見えたわ。誰が布を結んだのかしら。さあ、俺じゃないのは確かだ。あれだけ力が出せるんだから、もうベッドまで食事を運ぶ必要はなさそうね。今夜は一緒に食べましょう。そうおっしゃるなら。こんなに楽しい席に仲間入りするのは久しぶりです。ここのお嬢さんたちは本当に素晴らしい。校長先生のお人柄のせいですね。先生は僕の命の恩人だ。当然のことをしたまで、恩返しがしたいんです。
僕は普通の男以上に足をよく使っていたと思うんです。例えばダンスですが、バイオリン弾きがぶっ倒れるまで踊っちゃうんです。もしこの学校でダンスをするなら僕が教えますよ。ワルツ、ポルカ、その他何でも皆さんのご希望次第です。こんな賑やかな食事、僕は久しぶりですよ。君らみたいに粒寄りの生徒が揃ってな、これは教えがいもあるだろうな。院長先生も立派な方だし。それはもうおっしゃらないでください。いや、言わせてください。不自由になって気がついたんだけども、僕の足ってのはこれ割合器用な方でね、まあ足が器用だってのも妙な言い方だけど、例えばの話ダンスです。ここでダンスの授業もやってんだったら僕が教えましょうか。ワルツでもポルカでも他のも教えられますよ。これほど楽しい食事をしたのは初めてだ。みんなが素晴らしいレディーになれたのは園長先生の努力のおかげでしょう。俺もすっかり世話になってるし。いいえ、いいのよ、そんなことは。感謝してるんですよ。実を言うと他の男たちに比べたらこの足は結構役に立ったんです。例えばダンスでもバイオリン弾きが音を上げるくらい踊れました。ここにダンスのクラスがあったら教えられるんだが、ワルツだろうとポルカだろうと何でもござれ。許してやってください。愛国心に燃えてるからなんです。ドリスにジェニー、君たちのお父さんが主義のために戦うのは立派だと思う。誰ももうキノコを食べないんなら僕がもらってもいいですか。いや、いいんです。二人とも正直だから本当のことを言ったんでしょう。ドリスもジェニーも愛国心が強いんだな。きっと君たちのお父さんが立派に戦ってるよ。そのキノコをあと誰も食べないんだったら少しもらってもいいですか。いさせてやってください。愛国心から言っただけだ。ドリス、ジェニー、信念のために戦っている君たちのお父さんは立派だよ。誰もそのキノコを食べないならもらってもいいかな。さっきはあなたの勇気に感心しました。味方の兵隊ですもの、危険はありませんわ。兵隊がどんなものか僕の方がよく知っています。大変危なかったんですよ。あなたが少しでも弱みを見せたら今頃この家は地獄でしたよ。あなたに乾杯します。勇気ある美しいミスマース。今夜のあなた素晴らしく勇敢でしたね。あの人たちは味方よ、危険はありません。いや、こういうことは僕の方がよく知ってるでしょう。ああいう連中は危険ですよ。あれであなたが少しでも弱気を起こしてたらとんでもないことになってましたね。あなたの勇気とその賢明さに乾杯します。今夜のあなたはとても勇敢だった。味方の兵士よ、危険はないわ。その点は俺の方が少し知ってる。あれは危険な状況でしたよ。少しでも弱みを見せていたら全く違う結果になったはずだ。あなたに乾杯、勇敢なる美しき女性に。キャロルの誘惑を我慢するにも限界ってもんがあるんだ。君が貴婦人ぶって俺を焦らすからだ。少女の顔したインバイメ、出てってくれ。早く出てけ。こんなことされるならあそこまで自分を偽ることはなかったんだ。淑女面しやがって、中身はバイタじゃねえ。出てけ、出てけってんだよ。ひどい目にあって俺がなんでここまでされる。バージンでいたがってのはお前だろう。よくも抜け抜けと。出てけ、ここから出てけ。